堺流星騎手はディープインパクトが好きなためハーツクライのことを敵視している。子供の頃馬房にいたハーツクライにちょっかいをかけて馬房の中に引きずり込まれそうになった。子供の頃から競馬が好きで、小学生時代には南関東所属の馬の